の勝利投手へ向けてリリーフ陣に後を託します。しかし7回にワンアウト3塁のピンチ。バッテリーミスであっさり先頭のスローションが消えました。最後に本田が勝ち越しタイムリー。さらに2ヶ月ぶりの一番打ちの松中、ちょっと浅めに入れてコントロールがしやすいんですね。浅くこうあのフォームボールの形で投げる、ちょっとフォームほど直接対決で負けちゃいますね。4までね、どうでしょう、クライマックスを考えてるんだ。